タイムが切るわけじゃないですか。うん。だから典型的には分野の違う学者同士とか、うん、あと、事業会社に接するコンサルティングファームの人たちとかっていうのは、もう完全に頭がおかしいような言葉を使い始める、うん、わけじゃないですか。で、まあ、そもそも頭のおかしい言葉ばっかり使うわけですよね。研究者が各分野で使うジャーゴンになって、まあ、本当にそのさ、虚心坦懐に考えて狂ってるしか思えないようなラベルをわざわざ選んでるとしか僕には思えないんですよ。よくよく考えてわけわかんない言葉使ってます。すごい常識がして思ってる。それでコンサルティングファームもすごくて、有名なところとかは、要は元の言葉より長い略語とかを大量に作って、それをわざわざ人前で言うっていうことで、アイデンティティを保つみたいなことがマニュアル化してやられてるんですよ。うん、そういうのって、っていうのが、なんか、どうやってこの文脈で語られるのか。まあ、それは、だからそれはそれとして面白い話かもしれないけど、この文脈とはどういうつながりがあるのか、ちょっと謎かな。それ で、まあ、今のところがマクダウェルのライト批判だったんですけど、時間的にはこれっていや特に制限はないんですけど、あの次のところはそのマクダウェルのクリプキーのビトゲンシュタイン読解批判なんですね。つまりクリプキーのビトゲンシュタイン読解は間違っているというふうにマクダウェルは言うわけです。そこはちょっと、それほど本質的、まあ、っていうか、解釈なんですか。ビトゲンシュタイン解釈の問題なんで、今、まあ、ここで話したい問題とはちょっとタンジェンシャルなので、すごく簡単に言いますが、クリプキーによれば、ビトゲンシュタインは、まず普通の考え方だと、スケプティカルパラドックスっていうのが、つまり誰も何の記号によっても何も意味してないっていうような、頭のおかしい結論になってしまう。が、ビトゲンシュタインはそれを認めて意味っていうのがどういうファクチュアルなステートメントであるとかそういう考え方を改めてその意味を救おうとしたというふうに考えたというふうにクリプキーは言ったわけです。つまりスケプティカルコンクルージョンを認めた上での解決策を示したというふうに、クリプキーは言ったわけです。ところが、マクダウェルによれば、で、僕はこれは正しいと思うんですが、マクダウェルによれば、ビトゲンシュタインはスケプティカルパラドックスを認めないというわけです。スケプティカルパラドックスを認めるというよりは、スケプティカルパラドックスを導いてしまうような誤解を解消するのがビトゲンシュタインの目的であったというわけです。簡単に言うと、まあ、ここに書いてありますけど、A と B って下の方に書いてありますけど、その誤解、ビトゲンシュタインがその治療しようとしていた、誤解を前提してしまうと、ジレンマが起こるというわけですね。一つは、規則に従うということが成り立たないというわけです。それが、まあ、ディスマザーパラドックス。どのような言葉の使い方も規則にのっとっているということができるし、規則に外れているということもできてしまう。つまり、5足す5はって言って5って言ったら、それは間違っているということ、この解釈では間違っているということもできるし、この解釈では合っているということもできる。で、そういう解釈っていうのは無限にあるから、そこには合っている、間違っているっていう判断ができなくなる。で、だからパラドックスが生まれてしまう。それがジレンマの片方。ジレンマのもう片方は、でそういうのをなくすためにどうしたらいいかっていうと、意味っていうのは実在していて、それ、人間とは独立に実在していて、それ人間は、こう、コンフォームしている、従っているっていうふうに考える。つまり、それが、まあ、プラトニックって言えばいいと思うんですけど、その意味っていうのが何か、スーパーリジットなマシーナリーのように、その外にあって、そこにあって、それをこう狙っている。それに乗るかするかみたいな、そういう考えになってしまう。で、このジレンマが生まれてしまうっていうわけですね。二つ目はなぜですか？一つ目は、スケプティカルパラドックスね。はい。つまり、まあ、ニヒリズム・アバート・ミニング。二つ目は、まあ、プラトニズム・アバート・ミニングって言ってよくて、
それはだからその線路、さっきの線路の比喩で言ったら、もうだから陰気な線路のように、人間がどうしようと完全に最初から決まっていて、人間はそこから乗るか、それかっていうわけです。で、A と B っていうのは、それを並べたっていうのと。あ、これがジレンマ。A と B。どっちも取りたくないっていう。あ、だからこれは受け入れがたい。はい。し、これにもたくさん問題が あるんですね。まあ、プラトニズムっていうのは、まあ、ビトゲンシュタインが、まあ、特に後期ビトゲンシュタインはずっと抗議し続けて考えたんですが、はい、まあ、こういうふうに、こうあるよって考えてしまうと、まあ、いろんな問題が起きてくるわけ。まあ、数学でもそうだし、今でもそうだし。だから、どっちも取りたくないわけです。さっきの共同体の考え方っていうのは、どちらでもないっていうことなんですか？クリプキによれば、クリプキのによる、クリプキのビトゲンシュタイン解釈によれば、はい、ビトゲンシュタインは、こっちを取って、はい、まあ、これは明らかに否定してるから、こっちを取って、共同体的な解釈に移ったというふうなのが、クリプキのビトゲンシュタイン解釈。ところが、マクダウェルが言うには、いやいや、ビトゲンシュタイン、こっちも認めてない。こっちも認めてないけど、こっちも認めてない。このジレンマが起きてしまうような誤解を攻撃していたのか。じゃあその誤解は何だったのかっていうと、一言で言うと、grasping a rule is interpretation。規則を把握するということは解釈をするということであるっていう考えだ。ある規則を把握することは、それに正しい解釈を当てはめることであるとすると、その解釈を解釈するためにまたルールが必要になって、リグレス、交代が起こってしまうわけです。だから、まあ、A か B か、さっきのジレンマが発生してしまうわけなんですが、マクダウェルによれば、ビトゲンシュタインは、解釈でないようなルールの把握の仕方があるってことをビトゲンシュタインは言いたかったんだ、っていうんです。で、それが、その、今このちっちゃい字で引用されているところの二段落目。That there is a misunderstanding here. これビトゲンシュタインですけど。It's shown by the mere fact that in this chain of reasoning, we place one interpretation behind another, as if each one contented us at least for a moment until we sort of get another line behind it. For what we thereby show,is that there is a way of grasping a rule which is not an interpretation, but which, from case to case of application, is exhibited in what we call following the rule and going against it. マクダウェルによれば、この段落はクリプキの解釈で説明できない。いうわけですね。で、それで、まあ、これはビトゲンシュタインが困った人だったからだと思うんですが、まあ、マクダウェルはこの周辺の哲学探究家の引用を散りばめて、説明していくんです。これはどういうことなのか。つまり、解釈でないルールの把握の仕方といって何なのか。それは、プラクティスである。というわけですね。That is why following a rule is a practice. これはビトゲンシュタインです。プラクティス。I obey the rule blindly. その盲目的にルールに従うのである。So you are saying that human agreement decides what is true and what is